はい、以上でしょうか。はい、よろしいですか。はい、先ちょっと情報ですが、1時間ぐらい前に海水圏注入に行った作業員の方に見てもらったんですけど、昨日1号と同じようにスタックからですね、白い煙がもごもご出てると。30分1時間前です。30分から1時間前って言ってました。なので昨日と1号機と同じような状況になっていると思われますので、やっぱり何らかの手立てで、やっぱり昨日白いモヤモヤが出たのはベント成功した時間だから、あれ何時何分だったっけ、1号機2時半だ。2時半にベント成功だっていう、その判断をして、武藤さんからモヤが出てるよって言われて、で実際に爆発したのが1時間後の3時35分ぐらいですね。そうですね。だから1時間ぐらい、あれ爆発した後はもうスタックから全然出てないんです。出てないからね。だから明らかにあれは略奪してるから、当然建屋の中から出てた、今回もそれともう同じ状況になりつつあるっていうことが、防止したかと思います。はい、ちょっとすごいやばい状況です。もや、30分前に出てる、あと30分ぐらいのほうだか。そういえばこれ、なんだっけ、ホワインにも言ってプレスに先に言おうという話は、国のは何と言ってるのかな。ちょっとあれから時間経っちゃったけど、どこがフォローしてくれてるの、今のような状況。誰がホワインに言ってんだ、早く言ってて、それでプレスで出すことは OK なの。すいません、事前に言っちゃおうと。すでに先ほどですね、官房長官がですね、水素爆発の可能性があるということでプレスされてました。まあそれはそうなんだけど、その今の危機についての状況については、ホワインと、はい、官邸の方にちゃんと伝わってるか。官邸が言っちゃったんだから、官邸 OK なんだろうな。言っちゃった、何を言ったんですか。官房長官がその可能性を言ったって。いや可能性は言ったんですけども、今のように蒸気が出てるというような話とか。竹村さん、すみません、竹村さんのお電話こちら。あ、これか。はい、ちょっと竹黒さんに目つかれちゃって、今私もこれはちょっとやばいのと。HF とあります。あ、どうぞ。実はですね、午後5時現在の取りまとめが今できておりまして、ちょっとご覧いただきたいと思ったところですけれども、その中に新しい状況の変化として若干触れさせていただいてますので、その内容でご覧いただければと思いますが、はい、1ページ目はこれは15条通報と、それから燃料プールの冷却についての記述ですので、ちょっと飛ばさせていただいて2ページ目に参りたいと思います。この真ん中のところですね、長時間にわたり、3号機のことですけれども、長時間にわたり、圧力容器の水位が上昇していない状況や、建屋内の線量が上昇している状況を踏まえると、これには白い煙の話もあるのかもしれませんけど、踏まえると3月12日に1号機で発生したものと同じ事象が起こる可能性があると。ワインには伝わってます。